けてください。助けてください。わかりました。お願いします。動かないわ。乗っている瓦礫をどかしますから待ってください。お願いします。よいしょ。ありがとう。ありがとう。気がついたら真っ暗で、叫んでも誰も来てくれなかったの。足、大丈夫？包帯？ありがとう。ここにいたら危ないわね。さあ、行きましょう。こんなところに女がいるぞ。こりゃいいや。ほう、確かに結構いいんじゃないの。自信のどさくさに紛れて入り込み、好き勝手して暴れてたが、ここで女を捕まえられるとはラッキーだぜ。彼女に手を出したらただじゃ済まないわよ。キリッとしたところがたまらないな。とにかく二人とも縛り上げようぜ。わかってるよ。あなたたち話しなさいよ。暴れるなよ。すぐに良くなるからよ。しっかり縛り上げろ。痛い、痛いじゃない、話してよ。手間をかけさせやがって。でも少しくらい抵抗してもらえないとこっちも盛り上がらないんじゃない？
さっさと縄を解きなさいよ。縛られてる方が魅力的だぞ。どうせ俺たちは地震が起きなくても人生終わっても同然だったんだ。今さら何かして捕まろうが殺されようがどうでもいいことさ。そうだそうだ、どうせ何をやっても報われないんだ。やりたいことをやるだけだ。こいつら狂ってるわ。そうさ、狂ってるさ。おい、お楽しみは後だ。俺はまだ飲み足りねえぞ。そうだな、後でたっぷり可愛がってやるぞ。